東伊方法館は、李氏朝鮮時代の遺書、23編25巻、居春朝、1613年に刊行され、朝鮮第一の遺書として評価が高く、中国、日本を含めて広く流布した。初版本は、公開君の1613年に発行され、重版が重ねられている。日本では、江戸時代初の甲板遺書として、 徳川吉宗の命で、教法9年に日本版が刊行されており、完成11年にも再版本が刊行されている。中国においては、新代の建立28年に建立版本が刊行されており、日本から版木が輸出され、公書16年に日本再版本を元とした復刻本が出ている。2009年、ユネスコが主催する世界記録遺産にも登録された。 中宋時代より民の理主医学が取り入れられ、従来の朝鮮医学は忘れ去られており、薬までも全て中国に依存する状況にあったが、名医学では朝鮮半島固有の環境、病理に適さない部分があったため、これらの名医学を基礎とし、従来の朝鮮医学との統合作業の必要に迫られていた。また、日本や後ンの侵入が度重なり、 民薬の輸入が困難になったため、忘れ去られていた、朝鮮独特の薬である、合薬の復活が必須になっていた。1596年、戦争の汚名により、内院に変算局を置き、巨春、幼霊樹、李、命元、帝、金王宅、帝霊男らが、朝鮮独自の医学に基づく、医学者の作成に乗り出したが、翌年の1597年、 低油祭欄の勃発により編纂作業は中断された。しかし、巨春が自身の一生をかけた仕事として、著実に臨み、14年の歳月を経て1610年に完成した。1613年、東違法館という名で刊行された。印刷と発行は、李望見県、インチビ東古の観光館に任命、監督した。民の立志医学を基礎とし、 朝鮮独自の医学を存分に織り込んでいる。また、道教の影響を色濃く受けている。これは、巨春の思想の影響が強いと言われている。また理論より実用性を重んじているところが、以前の遺書と異なる面である。参考にしたとされる本としては、民の理による、医学入門、元の主神徹の長をもとに、民の帝三が編纂した短、探検新法、 民の恐れ探線の医学聖殿、民の京信原の国民館、その息子、帝、県の万病改春、元の木又林編の得意さを方、総代の清澄総録、総の養子、A の直指法、総の大市の同人業、秋代の東書記住所、総代の昭類本像、朝鮮の清掃期に編纂された書物、合約修正型、 民衆期のよう霊樹の異輪札用などが挙げられる。清掃期には朝鮮医学の書として公約修正型のほかに違法類樹が編纂されているが、この時期にはほとんど防衣しており、参考にした形跡は見られない。前編は全25巻で構成されており、序二巻、内形編4巻、外形編4巻、難病編11巻、有益編3巻、 新旧編一貫で構成されている。各病名のもとに、基本学理から臨床に至るまで、実証主義に基づいて一貫性を持った記述がなされ、朝鮮の実情にあった実用的な医学書であり、朝鮮医学を集大成した本と言える。ただし、新旧については統合するに止まり、朝鮮新旧の発展は、迅速期の基本と無の、新旧経験型の登場を待つことになる。 ありがとうございます。